さん、こんにちは、こんばんは、ドゥーモドゥーモということで、今日はちょっとゆるくというか、この間ユニクロ、ジルサンダープラス J の、動画を上げさせていただいたんですけれども、その時にライフエアマガジンを取る、こうちょっとね、その日から配られるということで取りに行ったんですけれども、その時に、ユニクロ東京さん、銀座の、大型店ですかね、昨年、その前かな、できた、大型、かなり大型の店舗になるんですけども、そこでライフエアマガジンのポップアップショップが、やっているということで、ちょっとそこのね、記念グッズ、本当は見てね、そんなに買うつもりはなかったんですけれども、ちょっと何点かね、せっかく、来たので、で普段僕ユニクロ東京さんあんまり行かないので、そこでね、ちょっと記念だと思ってちょっと買ってきたものをね、軽く紹介していきたいと思います。それがこちらですね。UT Me なのかな、なんか T シャツとかを作れる T シャツとか、あとスウェットとかパーカーとかをこう自分のなんかデザインで作れるサービスなんですけれども、それの T シャツですね。これが XL サイズになってます。ライフウェアっていう風に、これ着るかどうかわかんないんですけど、これねすごくて、ライフウェアマガジンっていうのが、左胸に入ってるんですけども、なんとこれ刺繍、これだけ刺繍でできてて、で金額がね、1990円ということで、ユニクロの T シャツ、UT とかだといつも1500円ぐらいなんですけど、ちょっと高いんですけど、2000円ぐらいでこちらのライフウェア T シャツ買ってきました。ちょっとシンプルで、なんか別にこれに関してはそんなにユニクロ感もないので普通に着られるかなと思ってちょっと買ってきました。はい。で裏面はこう何もないようなデザインになってます。で生地がなんかちょっと違う気がする。コットン 100% になってますね。こちらが、そのライフエアマガジンの、ポップアップで買ってきた T シャツになってます。とあとこちらですね、エコバッグ、こちらもライフエアって書いてあるエコバッグなんですけど、どうなってんのこれ。エコバッグ普段僕使わないんですけど、これ取れる。これが690円です。安い。安い割になんか意外と、意外とサイズ大きい。いいぞこれ、なんか貼り付いて、貼っ付いてるけど大丈夫か。良さそう。こんな感じです。エコバッグライフウェア、僕買ったのは赤字ですね。あとピンクとかなんか他の、黒かな、字もありました。これも、刺繍になってます。結構しっかりめの刺繍が入ってます。で結構サイズ大きいですね。横40センチぐらいありそうな、割と使わないかなちょっと記念に、良さそう。なんかこうあんま買わないんだよな、スーパーとかでも。スーパーでも袋もらっちゃうし本当はいけないんでしょうけど、こんな感じでエコバッグ買ってきました。プラス今 T シャツとエコバッグ、あとこれですね。なんと今このデニムジャケット、商品名忘れましたけど、デニムジャケット2990円ということで、去年かな、僕ブルーの、カラーがね63ブルーか64ブルーだったかな、のデニムジャケットめちゃめちゃいいって言ってね、紹介したんですけど、それのちょっと色違いのカラー、ダークグレーかな、かなりなんかウォッシュのかかったブラックみたいなカラーなんですけども、それも買ってきました。それも XL サイズ。なんかもうユニクロはあれかもしれないです、結構オーバーサイズ、インラインの方はオーバーサイズで着ることがあんまできないので、割と2サイズ上で着てあげるのが一番ちょうどいいかなと。これめちゃめちゃ良くて、伸縮性とかもあって、あとその前の動画でもちらっと言ったんですけども、デザインがこうなんかポケットがねちょっと下に落ちてて、なんかボックスシルエットで、なんていうんですかね、 G ジャンの、セカンドモデルをベースにして作られているっていうことで、こんな感じで、いいですね。やっぱりあんまり試着ちょっとしかしなくて買ったんですけど、多分サイズは大丈夫そうですね。なんかある動画でこれなんか 4XL とかで合わせるとユニクロっぽく見えないって言っても、着てみたんですけど 4XL さすがにでかすぎて
だから XL ぐらいがちょうどいいかなという感じになってます。結構色合いも良くて、で結構僕デニム好きで、いろんなデニム履く、インポートデニムとかね、デニムジャケットも結構いろんなもの買ったことあるんですけども、結構着心地はやっぱ抜群にいいですね。ちょっとボタンになんかユニクロって入っちゃってるのがちょっといいね。ちょっと実はね、これヴィンテージ風のボタンでなんですけど、かっこいいんですけど、ユニクロって入っちゃって、ユニクロジーンズかって入っちゃってるんで、ちょっとねこれは割とプレーンな何もデザインのないものにしてもらえれば一番良かったかなと。まあ別にまあいいんですけどね、結構目につきやすい感じなので、はい、これも結構いいかなと思います。結構かっこよくね、僕ぐらいで166センチ痩せ型で、このようなちょっとダルっとしたサイズ感で着ることできるんで、結構いいかなと。結構スウェットの上からとかでも全然今着ちゃってるんで、すごくいいかなと思います。はい、ということでね、ちょっとゆるくユニクロさんの、購入動画、ライフウェアのマガジン、なんか UT.me のサイトでそのライフウェアマガジンの限定の商品買えるみたいなので、ちょっと気になる方は概要欄の方に UT.me の URL で、あとアプリとかでも買えるのかなと思いますんで、ちょっと紹介しますので、ぜひね確認してみてください。ではまたお会いしましょう。 See you next time。最後までご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録、評価よろしくお願いします。毎日投稿頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。See you next time.